ハーレー・ダビッドソン VRSC、VRSC、VRSC VR とは、アメリカ合衆国のオートバイ製造会社、ハーレー・ダビッドソン初の水冷エンジンを搭載した、オートバイのシリーズ名である。ハーレー・ダビッドソンの持つ、空冷 V2 オフエンジンというイメージを覆し、唯一の水冷 DOHC エンジン搭載者として、登場した。VRSC シリーズは、ベスカ、 VRSC-B、VRSC-R、VRSC-D、ベスコ、VRSC-DX、VRSC-F VR VR、日本への導入は、不明の7機種をラインナップしてきた。2009年モデルでは、ベスコ、VRSC-DX、VRSC-F の3車種となっている。v ロット、v ロット、VRSC、表記は様々である。アッシュとして メーカー純正の市販ドラッグレーサー、バレックススガール。鼓動、エンジン音、振動、エンジンの揺れ、空冷、V ツインオフエンジンといったハーレーダビッドソンが持っていた規制概念を超えて高回転型 TOHC エンジンの滑らかなエンジンフィーリングとともに他社製大型バイクに対抗し得るスムーズでパワフルな走行性能を目指して作られたパフォーマンスモデル。 空冷のオートバイにはない冷却装置、ラジエーターを、車体のデザインに溶け込ませることでハーレーらしい、堂々とした、風格、スタイリングも忘れていない。創始者の子孫であり、ハーレー・ダビッドソン製オートバイのデザインを、統括しているウィリー・ジー・ダビッドソンに、まさしくこれは、ハーレーだと言わしめたほどである。ハーレー車は1990年代半ば、AMA スーパーバイクレースに、 水冷 V ツインエンジンを搭載したアルミツインチューブフレームフルカウルという形状の VR1000 で参戦していた VRSC シリーズの開発初期段階にこの VR1000 のエンジンをダイナモデルらしきフレームに搭載してテストしている様子が記録映像として残されているポルシェとの共同開発による水冷 V 型四気筒 DOHC エンジンをルーツにその後は水冷 V 型2気筒 DOHC エンジンとして、独自に改良を重ねハーレーダビッドソン勢としては、初の市販型水冷、DHCV ツインエンジン、レボリューションエンジンを搭載した、ベスカが誕生した。高めの値段設定であったベスカの廉価版となるべく、メッキパーツをブラックアウトした VR、VRSCB を販売。ベスカに比べ20万円近く安い価格設定と、 黒くまとめられたコンセプトが人気を博し、現在に続くナイトロッドスペシャルの元となる。高性能なエンジンとは裏腹に、フォワードコントロールによって、コーナリングを苦手としていた弱点を克服すべく、よりスポーツ性を高めた VRS-CR を販売。若干の馬力アップやブレンボ製ブレーキの搭載、バックステップに近い位置の乗車姿勢、車高を上げフロントフォークを起こした。 フォルムなどで走行性を上げたが、VRSC の持つクルーザーのイメージと違い、受け入れられず2007年に販売が終了している。なお、ストリートロットの登場により、V ロットと呼ぶと、ベスカか VRSCB を指すようになる。クボモデルの一つとして、バレックスが登場。また、VRSCB の後継車種として、よりブラックの度合いを強めた、VRSCD が登場。 ベスカより安価ながら黒くまとめられた外装、扱いやすいミドコントロールステップなど人気を博した。また2006年より全モデルでブレンド製ブレーキがおごられている。マフラーやエンジンカバー等まだ一部にメッキパーツを残していた VRSCD のほぼ全てのパーツをブラックアウトし後輪を240という非常にワイドなサイズに変更した VRCDX が 後継車種として登場。また2002年より続いていたベスカも後輪も240サイズに変更したベスコとして販売。ベスコはフロントホイールをスポーク化した。排気量が 1246cc にアップしスリッパークラッチが新たに装備された。また2007モデルではオプションだった ABS を標準装備しており、これにより 各社エキゾーストパイプが若干の変更を受ける。ハーレー・ダビッドソン105周年記念車として記念カラーとバッジを奢られた。VRSCF が登場。車高を低く保ったまま左右2本なしとなった専用エグゾーストや倒立フロントフォーク、一体型リアコンビネーション LED ランプ等を装備している。またエアクリーナーカバーもリベット止めに見える専用品 VRS-C シリーズの源流となるベスコがカタログから消え生産終了となる。VRS-CF と VRS-CDX のみの生産となる。なお、この年から標準装備のタイヤがダンロップからミシュランに変更され若干タイヤ持ちが良くる。VRS-CDX がモデルチェンジされると同時に VRS-C シリーズ10周年を記念して VRS-CDX 1部が販売される。従来型からの大きな変更点としては、ハンドルグリップ位置が約 75mm 及び、ステップ位置が約 25mm 手前に移動された。また、フロントフォークが倒立式に変更されているが、VRS-CF に装着されている倒立式、フロントフォークとの共通性はない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。